家の畑のバナナも昨日最低気温が2度ぐらいになって数時間続きましたので、このように葉焼け、低温障害による葉焼けを起こしていますね。まあ当たり前なんですが、特別気にしているわけではありません。毎年起こることですから。家の畑でたくさん栽培してきた大豆ですねはやっと昨日食用の収穫とあと採取も終わりまして、まあ大豆の茎とか葉とか残枝はもうそのまま近辺に捨てたり、あとバナナの株周りに放り込んだりしていますね。これから空いた不織布ポットを整理しながらですね、じゃがいもを植え付ける準備をするところです。当地ではじゃがいもはだいたい1月の早い人では中旬過ぎから、平均的には1月の下旬から2月の初旬にかけてやる方たちが多いですね。芋もですね、じゃがいもも家内に保存しておいてもらって、食べていってまだ残っているものがですね、こんな風に芽が出てきていますよね。トーヤとあとインカの目覚めが入ってるんですが、まあこういうものを大豆が終わったこういう不織布ポットをのけて、そしてその周りでルアフナウアの粉屋の周りで栽培しようと思っています。まあ、例えばじゃがいもでもインカの目覚めとかトウヤとか、人間は名前を必ずつけますよね。特に販売業者にとっては名前、商品名が消費者に与える印象ですね、それを大事にするので、まああれこれ生産者とか組合とかが中心になって、どういう販売名にしたらいいかということを工夫するわけですね。インカの目覚めなんて言うと買ってみようなんていう人が多いですよね。もう男爵とかメイクイーンとかいうのはもう聞き慣れて久しいですから、新鮮さを覚えませんがね。まあ名称で引っ掛けるということが販売の世界ではよく行われています。それで人間はどうしてもですね、現象世界の対象に対して名と形での分類分別に凝ってしまうんですよね。まあ食料品とかでしたらね、
大した問題じゃないと思うんですが、究極の問題、困った問題は神という名前、あるいは神様に対する名称なんですね。神というのは無名無形、名もなければ対象としての形もない、そうして無心無我、私という思いがないから無我、そうして考え事がないから無心、計らいの考え事がないから無心ということですよね。しかしそれでは一般の信徒レベルの人たちは満足できないわけなんです。それで神の肖像とかですね、あるいは仏像とか、とにかく何らかのシンボル、人間に分かりやすいシンボルを欲しがるんですね。そうしてそれに対して当然名前をつけるわけですよ。そうするとその形と名前、名と形、ナーマルーパ、ネーム&フォームが、その宗派ですね、宗教というよりも宗派の大事な財産、価値観みたいになってしまって、異なる名と形を持つ宗派と価値観の比較競争とか、それから教義を含めての論争、結論ですね、に巻き込まれて、それがエスカレートしますとね、キリスト教と海教みたいに長年にわたって争う、紛争、戦争まで起こしてしまう、相手をやっつけてしまおうというような、まあ例えば十字軍がいい例だったと思うんですがね、相手をやり込めて勝利を我らに、なんて馬鹿げた考えにとらわれて実行してしまうわけなんですよ。ですから名と形にとらわれたのでは宗教とは言えないということを受容できるほど心が清らかになって成熟しないと、信徒とは本当は言えないんですね。まあ一つの宗教あるいは宗派の中でもね、例えばモーゼに神が授けたとされる十戒というものがありますよね。まあ私みたいなヨーガの修行者でも、ヨーガスープラに記されている5つの山、5つの三山、金戒、関戒という十戒を心がけて修行してきているわけですが、それは心の中にあればいい、心の記憶として持っていて、それを修行生活の行動においてチェックするということでいいわけですが、契約の箱というのに十戒を記したものが保存されていて、それを収めたものをこの上なく大切なものとして守って
強奪されるのを防ぐというようなことになりますとね、心の問題じゃなく物的な争いの種になってしまうわけですよね。ましてや10回だけじゃなく、そこには強大なエネルギーが閉じ込められていて、それは善悪いずれにも活用できるとなると、一体無名無形の神が人類に何を教えたんだろう。争いの種を与えて、いざ戦えという真の宗教とは関係ない教えに成り下がってしまうんじゃないかと思うんですよ。ですから無名無形無心無我の神を信じて、自分自身が人間というジーバ、個的生命がですね、無心無我、見るまま、見るないまま、私と私のという所有格ですね、主にね、私有意識です。それをなくして、そうして無我、私という思い、エゴを解消するというのが本来の宗教修行の眼目ですから、そうではなく相争うというような方向に行くのなら、一体契約の箱は何を契約したんでしょうね。まあその辺をですね、宗教あるいは各宗派の人たちはよくよく考えないといけないんですね。死んでから天国極楽に行くとかね、死んで地獄に落ちるとか、そうじゃなく、今ここ天国至福と一如なのか、あるいは欲望恐れ怒りで地獄に今ここ落ちてしまっているのか、そういうふうに見ていかないといけないわけでしてね、神様に名と形を与えて、歴史的時間の流れとともに紛争ばっかし起こすというのは、実に馬鹿げた邪習の問題じゃないでしょうかね。宗教大元の教えじゃなく、邪悪な考えに陥った宗教をもどきに出しているのではないかと私は思いますよ。ですから名と形のことで相争うというのは、人間としてはゲスなレベルであるということです。地球外生命が地球生命をコントロールしてあれこれに利用するというのでしたら、その地球外生命も邪悪な存在でしかありませんでしょう。もちろん善に導く無心無我に導くというのでしたら大変結構ですが、大体が教え導くというのは支配して何かに利用するということの方が多いわけですから、地球外生命と地球との関係をあれこれ詮索する人たちも無心無我になんかなってないし
無形無形 無形無形が神である、なんともなんても理解できていませんしね、何が何だかわからないのが宗教の理解というよりも誤解ではないかと思いますね。